ハンガリー人彼氏の里帰りに同行、食べて飲んでアクティビティを楽しんで、見どころ満載のニレージュハーザ後編スタート。シアストーク。前回の動画で私のハンガリー人彼氏ビンツェの家族と地元のマーケットに行ってきました。午前中はマーケットでお買い物をして、午後からはなんとこの日ニレージュハザでフードイベントがやっているということで遊びに来ました。もともとビンちゃんのお母さんがこんなイベントがあるよって教えてくれて、このイベントをめがけて予定を組みました。前回の動画で街の中心地にある広場を紹介したと思うんですけど、同じ広場でこういう風に木造 の小さい小屋のような建物が乱立して、そこの中でそれぞれのお店が美味しいハンガリー料理を提供しています。たまに日本でもこういうイベントあるんですけど、お金のやり取りは直接しなくてチケット制で、イベントのカウンターみたいな、チケットカウンターみたいなところで500フォリンと1枚のチケットを購入してから、チケット1枚分、2枚分、3枚分、4枚分みたいな感じでそれぞれ料理を選んで購入します。チケットも決して高くないし、提供する側も購入する側もお金を触らなくていいなって思いました。謎のほうきアート、何なんだこれは。表に飾るものとしては何とも言えないクオリティだけど、面白いから OK。 この大鍋すごい。この放浪の鍋ってものすごく小さいものから大きいものまであるんですね。ハンガリーではよく見るタイプの鍋なんですけど、私も1個欲しいな。もちろん小さいやつを。お肉とコルバースが入っているのかな。めちゃくちゃ美味しそう。ここで「いっぱいください」って言いそうになったんですけど、一旦この会場全体を見てから決めたいなって思いました。でもめちゃくちゃ美味しそう。Yes!Really? 会場の中心部に行ったらすごい行列ができているお店もありました。ここはお店じゃなくてハンガリーの伝統料理を紹介しているのかな。びっくりするくらい静かなブースでした。なんかみんな食べてるし、あ、わかった、ここでグヤーシュとかの審査をしてたのか。なんか一番美味しい料理の審査会があったって聞いてたんですけど、なんか座ってるおじさんたちが今編集してたらただものではなさそうな感じでしたよね。このイベントのポスターは街中どこにでも貼ってあったので、かなり街を開けた盛大なイベントだったみたいです。まずはですね、ビンツェの家族が豚の血と玉ねぎを炒めた料理の話をしていて、ぜひ食べてみたいと思ったので最初の一品目に選びました。豚の血、なんかよく台湾とかで中華料理とかでもね、豚の血の料理とかって聞くけど、ハンガリーにもあるんですね。日本人にはあんまり馴染みのない食材です。ちなみにチケット1枚で購入できたので、たったの500フォリンとお買い得。ビラグとおばあちゃんが席を取っておいてくれたので、炎天下のもと食べたいと思います。これが豚の血と玉ねぎの炒め物。いただきます。これが驚くことに全然癖がなくてですね、すごい食べやすくて美味しかったです。どの料理を頼んでも大体このパンがついてくるんですけど、本当めっちゃパサパサでなんか食べても食べなくてもどっちでもいいみたいなパンです、ただこのおかずの料理自体はめっちゃ美味しいので、なんだろうな、もうちょっとパンが美味しかったらいいのにって毎回思って食べてました。
Takács Nikolasz lép a színpadra, és kéne tudná, hogy este 7:30-tól Rózsa Magdiát. 結構人が並んでいるお店もありました。Oh, really? それぞれどんな料理が置いてあるのか興味津々で回っていきます。ここはね、フライドトゥルトゥットカーポスタのお店です。こんなものを聞いたことがないってヴィンツェも驚いていて、試しに1個挑戦してみることにしました。1個、1枚チケットを消費するので、500フォリント。そんなに安くない。けど、ヴィンチェのこの反応。もうヴィンチェはいらないらしいので、私が食べます。熱々で、熱々だからなのかな、私はすごく美味しく感じました。ピンチェのお家で食べたロールキャベツトゥルトゥットカーポスタはこの同じようなサイズだったんですけど、あのサワーキャベツを使ってなかったんですね。これは酸っぱいキャベツを使っているトゥルトゥットカーポスタがフライドされているような感じでした。私的には美味しかったですけどね、ヴィンツェ的にはなしだったみたいです。まあ熱々なら何でも美味しいです。私としては中にねご飯も入ってて、なんだろう、ライスコロッケ的な感覚でも食べられるのかな。うん、まあ1個で十分だったかな、高いし。こちらは一生懸命何かを作っていらっしゃいますね。なんだろうって思って見てたんですけど、これはあの中にキャベツの具材が入っている、ラングシュだそうです。なんて言ってたかな、ハンガリーの料理っていうよりは、スロバキアとかあっちの違う国があのルーツの料理だっていう風にヴィンツェは言ってました。しばらく姿を消していたヴィンツェのママが美味しそうな料理を持ってやってきました。めちゃくちゃ美味しそう。なんだこれは、どうやら豚足を使ったハンガリー料理だそうです。ちなみに私たちは次この料理を食べようと思って並んでいます。これはね、ハンガリー風ハッシュドポテトみたいな食べ物なのかな。なんかちょっとじゃがいも餅を揚げたみたいな、そんな料理です。初めてなので楽しみ。なんとパーリンカの試飲をいただきました。ヴィンツェのママが私にちょっと飲んでみてっていう風にパスしてくれたんですけど、実は私ハンガリーに来てからパーリンカを飲んだことがないんですよ。パーリンカはハンガリーの代表的なフルーツの蒸留酒で、アルコール度数めちゃ高。You can drink it slowly, but I would suggest shot. 私大丈夫なんでしょうか。お酒に強くない日本人。行きます。And then, 自分でも見たことない顔してるけど大丈夫かな。You can taste it better. It's very strong. Very strong. But yes. So tasty. Very very strong. Is it tasty? Yes. Mm, it's good. It's rare for it, it to be tasty. Smell like a aluma ash cinnamon. Then it's good. 動画で話しているのが本当に正直な感想で、味は抜群に美味しかったんです。私焼酎とかもちょっと苦手なんですけど、これはフレーバーがとても強くて、しかも角がアルコール度数は高いけどトゲトゲしてないというかという私の嬉しい反応をもとに、なんとこのお姉さんがもう一杯別のパーリンカもあるよっていう風に私にくださいました。
harder. 大丈夫かな。Okay. I think I'm so afraid. 今回のはアプリコットで、さっきのよりさらに強いらしいです。ドキドキ。It's recording. こんな調子に乗って大丈夫なのかしら。I'm so scared. I'm so scared. ちょっと心配そうに見守ってくれていたお姉さんたち。いやーすごいパーリンカ、ずっと挑戦してみたかったお酒ではあるんですけど、ここで体験できてとっても良かったです。美味しいパーリンカっていうのはなかなかないんだよっていつもビンジャが言っていたので、これは間違いなく美味しいパーリンカだったんだと思います。美味しいパーリンカをありがとうクスナム。Yes. 早速買ってきた料理をみんなで食べることにしました、うん、このジャガイモ料理とっても美味しい、まさにジャガイモ餅をフライドした感じ、それにちょっとジャガイモのザクザクした感じも食感も残っていて、ハッシュドポテトとジャガイモ餅の間みたいな食感です。このイベント通して一番美味しいと感じたのは、このビンチャママが買ってきてくれた料理、クローズアップショット、ハンガリアン豚足料理、これめっちゃくちゃ美味しかった。上に乗っているのはキャベツと玉ねぎ、try it with the cocium 付き合わせのシャベニューオボルカと一緒に、It's very tasty together. キュウリと一緒に食べるとなお美味しい。このね、豚足のお肉がほろほろで柔らかくて、豚足特有のプルプルしているところも残っていて、めちゃくちゃ美味しいです。この満足げな顔をご覧ください。この料理はね、チケット4枚分。このイベントの中での料理では結構いいお値段の方なんですけど、つまり2000ホリント、でもこれレストランで食べたら2000ホリントじゃ絶対効かないと思うので、こういうフードフェスティバルでお店で食べるよりお買い得っていうのはとっても嬉しいことですよね。パーリンカの試飲2杯から15分後、この真っ赤っかな顔を見てください。死んでました。死にながらカメラを回しています。この料理もね、ヴィンチ曰くめっちゃ美味しいよって言ってたんですけど、私はちょっと味見すらできなかった。お腹いっぱいすぎて。なんかプルドポークみたいな感じらしいんですけど、お肉がホロホロで味が染みててすごい美味しいってみんな言ってました。とりあえずおばあちゃんがめっちゃ可愛いのよ。このイベントでは中央のステージでハンガリアンダンスのパフォーマンスがありました。こちらはキッズグループのフォークダンス、めっちゃくちゃ可愛いです。踊りを見ているだけでヨーロッパの牧歌的な景色が浮かんできます。私はね、この男子たちの踊り結構好きでした。なかなか激しいですよね。後半に行くにつれて結構激しさが増していきます。女の子の衣装がめちゃくちゃ可愛い。
ループのダンスでしたが、なかなか素晴らしくて感動しました。今度は男性チームのダンスです。こっちも面白かったんだよな。そもそもこの帽子が可愛いですよね。みんな酔っ払ってんのかっていうくらいテンションが高くて、この人たちもパーリンか飲んでるのかなってヴィンセに言ったら、それはないと思って一蹴されました。そもそも私これ撮影してる時もベロッベロなんで、基本テンションが高いです。この中に混ざりたいくらい。さすが大人チーム、テクニック、切れ味、声のボリューム全増しです。いいな、私もこれ踊れるようになりたいな。なんか映画 RRR のナトゥナトゥダンスみたいな。こういうね、間に小芝居みたいなのも挟まっていて、見ながら笑えてとっても楽しかったです。これは見応えがありました。私のフーの声がでかすぎてピンチが笑っていましたが、全部パーリンカのせいです。すいません。ビンズパパに送ってもらってニレジョハザ動物園にやってきました。ここはね、ハンガリーでも随一の大きな動物園らしくて、ニレジョハザといえばこの巨大動物園が売りだそうです。すごく楽しみにしてきました。入ったそばからいきなりアクアリウムゾーンへお出迎え。この演出なかなかいいですよね。こんな大きなサメも泳いでいます。海の生き物をハンガリー東部まで運んでくるとはなかなか大変だったでしょう。一番魅力的だったのはこのグリーンピラミッドというゾーン。東京ディズニーシーにあるインディ・ジョーンズの、なんだろう、内装っていうか外装か、あの周りみたいな雰囲気です。ここの動物園の一番の魅力は、アジア、アフリカ、インド、南米などなどエリアごとにテーマがあって、そこの雰囲気とか動物に合わせてデザインされているっていうところかな。動物以外のところでも楽しめました。ヴィンチェはこの動物園に子どもの頃から何度も来ているので、もう見慣れた景色だと思いますが、丁寧にじっくり案内してくれました。ここでは久々にこんなかっこいい虎が見れて目の保養。前回動物園に行ったのはね、1年前くらいかな、東部動物公園でしたね。まさかハンガリーの動物園に来るなんて。裸デバネズミめっちゃ動いてる。こんな感じで吊り橋のような、通路があって、そこの下に動物たちが生活しています。ラマは謎にいっぱいいましたね。大きな鹿がいました。なんていう鹿なんだろう。喉が渇いて無駄な糖分を摂取。フローズンジュース、めちゃくちゃケミカルな味がした。サイの像には赤ちゃんがいました。動物好きのヴィンツェしみじみ眺めております。キツネザルのコーナーは、人とキツネザルに境がなくて、こんな風に近くまでやってきてくれることがあります。
もちろん監視員の方がいてルールはあるんですけど、こんな風に急接近、めっちゃ可愛い。よく見るとちょっと目が怖いんだけど、このふわふわ感がたまりません。不思議な生き物だな。こんな動物たちが同じ地球上に存在すると思うと、世界は広いなぁと嬉しくなりますね。しかしこのキツネザルはバッグの中身を狙っていました。なんてしたたかなやつなんだ。今日回ったのはこの動物園の約半分ほど、かなり歩いたんだけどね。動物園の前までビンチェパパが迎えに来てくれて、おすすめのお菓子屋さんに案内してくれました。そしてケーキをご馳走していただきました。うわー、どれにしようか、こういうとこでパッと決められないんですよね。もう本当にこういうの手こずるんですよ、決められない女。結局でっかいやつがいいんじゃないかっていうことで、チョコレートとダークチェリーのケーキにしました。美味しかったけどでっかすぎた。そして家に帰ったら、ビンツェママがトゥロゴンボというハンガリーのお菓子を作ってくれていました。これ食べ過ぎですね。でもね、このカッテージチーズのお団子デザート、ほんとめっちゃ美味しいです。いやー、今回初めて食べるものが多くて最高。そして翌日、今日私たち、夕方頃に帰る予定なんですけど、今日も京都で同じイベントにやってきました。昨日のチケットがちょっと余っているっていうんでね、まあね、これはね、消費しなきゃダメだよね。ここは昨日大行列ができていたお店なんですけど、今日は空いてますね。どうやらジビエ肉を使ったハンガリーのお料理らしいです。ジビエとハンガリー料理なかなか合いそうで気になるな。私たちは昨日グヤーシュコンテストで優勝したグヤーシュ屋さんを発見して、まあここで食べてみるしかないだろうっていうことで、チケット4枚でグヤーシュを購入しました。具材ゴロゴロ、もうこれはスープっていうよりもシチューですね。さてお味は、ビンツェ的にはもっと変わったエクストラなグヤシュレベシュを体験できると思ってたらしいんですけど、とってもトラディショナルなタイプのグヤシュレベシュでした。ゴロゴロした具材に味が染みててとっても美味しい。ミレージュハザで一番のグヤシュレベシュを体験できてとっても満足、美味しかったです。ふと隣のお店を見ていたら、警備服を着たおじさんが仲間たちとパーリンカで乾杯をしています。警備とは、仕事とは、何かを考えさせられますね。でもハンガリーの昔からの習慣では、仕事前に一杯パーリンカを飲んでから仕事に出かけるとかっていうのは伝統的なハンガリー人の暮らしぶりだと聞いたことがあります。まあ、このイベントはどうか知らんけど、まあ、こういうところ好きだな。ここもね、なんかお疲れ様会、もうちょっとイベント終了のムードが漂ってるんですけど、ちょっとね、ねぎらいのムードが漂っているゾーンですね。ここではこの大柄のおじさんがパ
スタとジャガイモをぐちゃ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 混ぜた料理を作っているみたいです。なんていう料理なのかわからないし食べたこともないので何とも言えませんが、見た目すごく美味しそうでした。でもハンガリーの料理って結構シンプルですよね。あんまりごちゃごちゃしたことをしない。結局最初に寄ったジビエのお店でハンガリー料理を頼んでみました。チケット1枚ずつで味見ぐらいの量を食べることができるんですけど、十分です。これは鹿肉を使ったミートボールで煮込んだスープ。このスープ自体もね、すごく野菜が溶け込んでいて美味しいし、ミートボールも全く癖がなくて、むしろ肉肉しさっていうかジビエらしい味がしてすごい美味しかったです。もう一品、ハンガリーではよく見るタイプのお肉のシチューなんですけど、ここは獅子肉を使っていて、こっちも全く癖がなくとっても美味しい獅子肉でした。なんじゃかんじゃお腹いっぱいになってしまったので、ピンツェが自分の通っていたミドルスクールまで案内してくれることになりました。なかなか立派な建物がありますよね。思ったより都会だよな。あの奥にいる犬はヴィンツェが学校に通っていた時からこのお家にいるということで、再会を喜んでいました。ヴィンツェだけが。この木にはね、たくさんミツバチが集まっていて、ものすごいミツバチの羽音を聞くことができました。さすが蜂蜜が有名なだけあるハンガリーです。ここがヴィンツェの通っていたミドルスクール。ミドルスクールっていうシステムがいまいちよく分かってないんですけど、ヴィンツェは8歳からこの学校に通ってたそうです。ただいろいろ事情があってヴィンツェは幼稚園ダブってるんですよね。だからヴィンツェ自身も何歳から何歳まで普通通うものなのかっていうのはあんまりちゃんと把握していないっていうそしてまた帰りもお父さんに送ってもらいました。ありがとうございます。いつも本当に頭が上がらねえ。そして再びニレジュハザ駅に帰ってきました。あー、楽しかった旅が終わってしまう。悲しい。ニレジュハザ、想像以上にとっても素敵なところだったので帰るのが悲しいです。ヴィンツェはブダペストに帰るの全然寂しくないそうです。私の方が寂しいじゃん。はあ、また来よう。今日の動画はここまで。いかがだったでしょうか。私の動画少しでも楽しんで見ていただけていたらとっても嬉しいです。これからも私の愉快なハンガリー生活をお届けしていくので、よろしければチャンネル登録、グッドボタン、コメントもよろしくお願いします。バイバイ。ロマンチックな星空にあなたを抱きしめていたい。南風に吹かれながらシュールな夢を見ていたい。見えない自由が欲しくて、見えない銃を撃ちまくる。本当の声を聞かせておくれよ。Train, train, 走ってゆけ。Train, train, どこまでも。Train, train, 走ってゆけ。